こんにちは、バッファローの木下です。こんにちは、アシスタントの宮坂です。宮坂さん、ご自宅で使っているテレビっていつ頃買い替えましたか？確かですね、半年ぐらい前ですよ。で、今回は思い切って 4K にしたんです。いいですね。ちなみにテレビ番組の録画は何をお使いですか？そりゃもちろんバッファロー製の外付けハードディスクですよ。しかもですね、以前教えていただいた通り、録画用ハードディスクをテレビと合わせて新調しました。ありがとうございます。じゃあレコーダーはお持ちじゃないですか？ありますよ。結構前に使ってたものがありまして、今はですね、子供たちが DVD を見るようになってますね。ただやっぱりね、古いのでお気に入りの DVD がですね、たまに見れなくなっちゃうことがあるんですよね。そうなんですね。宮坂さんは Android を搭載したテレビがあるの知ってますか？ Android を搭載したテレビ？スマホじゃなくてテレビですか？はい、テレビなんです。いや、ちょっと聞いたことあるようなないような。ですね、ネットで動画が見られたり、アプリを使えたり、 Google アシスタントにいろいろお願いできちゃう、そんなテレビが Android 搭載テレビなんです。はあ、それすごいですね。あとはもう電話がかけられたらスマホじゃないですか。あ、でもうちのテレビでもネット動画が見られるようになって、ついつい夜更かししてみちゃってね、今寝不足気味です。あれあれですね、はい、そんな宮坂さんのテレビにこのようなボタンってついてませんか？あ、ありますあります。ただこのボタンが何に使うのかわからないので、私は押したことはありません。なるほど、こちらは Google アシスタントボタンです。リモコンにこれがついていたら Android 搭載テレビです。少し前の Android 搭載テレビにはついてない場合もありますが、確認する方法の一つです。じゃあうちのテレビは Android 搭載テレビということなんですね。そうですね、そんな宮坂さんにぴったりのものがあるのでご紹介してもよろしいですか？何ですか、ぜひお願いします。紹介したいのは、こちら、Android 搭載テレビ用のポータブル DVD プレイヤーです。え、これパソコン用じゃなくてテレビで使えるんですか？はい、テレビで使えます。え、でもこれボタンとか何もついてないですよね。鋭いですね、こちらはなんとアプリで操作ができます。アプリ？ちょっともう分からなくなってきました。では実際にやってみましょうか。いや、ちょっと待ってください、私かなりの機械音痴なんですよ。そんな私でも大丈夫ですか？大丈夫です。なんとたったの3ステップで操作ができてしまいますので、機械音痴の宮坂さんでもバッチリ使いこなすことができますよ。本当ですか？でもちょっと今プライドに火がつきましたので、じゃあいいでしょう、やってみましょう。さあ、それでは木下さん、まずは何をしたらいいでしょう？まずは専用アプリラクミルをダウンロードしましょう。すいません、もうすでに分かりません。ですね、 Google プレイでラクミルを検索します。検索分かりました。ラクミルで検索、これでいいですか？そうですね、ラクミルをインストールします。インストール、はい。あ、意外と簡単ですね。よかったです。次にラクミルをテレビにつなぎます。テレビの裏に USB 端子があるので、このケーブルでつないでください。はいはい、できました。ではラクミルアプリを起動しましょう。はい、しました。あとは DVD をセットすれば再生ができちゃいます。え、思ったよりもめちゃくちゃ簡単ですね。ありがとうございます。いや、この DVD プレイヤーだったら場所も取らないですし、使わないときは引き出しに入れておけばいいので、子供たちに触られるっていう心配がなくていいですね。子供って意味もなく機械を触ったりしますもんね。そうなんですよ。この間の DVD を入れるところを見てみたら、お手紙が差し込んでありました。確かにポストの口に似てますもんね。はい、 いやでも本当に私みたいに子育てをしている方にはぴったりの DVD プレイヤーです。なのでもう古くて壊れかけのあのレコーダーはですよ、こちらに買い替えたいと思います。はい、そして
子育てをしているアンドロイド搭載テレビをお使いのご家庭におすすめですよ。